ドイツ連邦軍不評大将、ゲルトヨハネス・ハーゲマン不評大将は、過去に、ドイツの陸軍に存在した階級である。現在のドイツ連邦軍では、ナトー階級不合のオブマイナス6に相当する、召喚が当てられ、不評下の訓練と装備に責任を持つ、立場の者を指す。不評大将、エリショ賞ソデシで称ドイツ陸軍における、階級賞不評大将は、ドイツの陸軍及び、 フロイセン王国陸軍やオーストリア・ハンガリー帝国陸軍の不評価における陛下大将であり、ナトー階級符号ではオブマイナス8に相当した。召喚としては3番目に高位の階級であり、上には上級大将と減衰しかない。現在の三つ星の召喚にあたる、戦艦機のフィンランド軍にも相当する階級が設けられていた。ドイツでは、 騎兵化及び砲兵化に同格となる、騎兵大将及び砲兵大将が設けられていた。ドイツ国防軍では1935年に、総甲兵大将、山岳兵大将、高架両兵大将、通信兵大将が加えられた。また、ドイツ空軍では、航空兵大将が設けられた。これらはすべて同格とされ、特に兵下を明記することなく、単に大将と呼ばれた。 旧来の不評大将は、現代のドイツ連邦軍においては中将に相当する。東ドイツ国家人民軍には相当する階級はなく、大将に統一されていた。ドイツ連邦軍では、不評家において、部隊の訓練と装備に責任を、大将官を指し、通常は、順将が当てられる。不評大将は、不評家学校の校長の地位と関係しており、対応する役職は、 他の陛下にも存在する。この場合、不評代償は階級ではなく地位を指すので、時には大佐が自身の陛下の対象になることもある。継承はヘアゼネラルあるいはヘアオバーストであり、ヘアゼネラルではインファンタリーとするのは階級を意味しないので正しくない。ありがとうございます。